部屋に網を取りに行く。取った。小さい。取った。何ゼミだろう。ちょっと逃げられると困るんで、部屋で観察する。やった。わあ。あ、ちなみに、この網は、大先生からお借りしております。ありがとう。やっと使う時が来た。部屋に戻ってきました。こんなセミ、体長は15ミリないかな。特徴ってあんまりどうなんだろう。この動画の感じで分かりにくいんですけど、肉眼では粉を吹いたような感じに見えますね。特に腹とかそのあたりですね。モザンビークで見たのもこんな感じだったのかな。2018年の6月か7月ぐらいにこの今宿舎なんですけど、宿舎から仕事場に行く間自転車で走ってたら見つけたセミ、動画にしてるんですけど、これも今年、今何月だ、6月か、6月の今日は13日、だから5月の頭ぐらいからは鳴き始めてたんですよね。なかなかね、木の上にいたり草むらなんかに鳴いてたんで、近くまで行ったら泣き止んで姿を見ることができなかったりだったんですけど、この度すっごい条件のいいところで泣いておられましたので、そうだそうだ、泣いてたところに近づいていって泣き止んで、ああダメかなと思ったらじって泣いたんですよね。じって泣いたからそっちに意識を集中したら泣き出したんですよね。おバカさんかもしれませんね。ちょっと爪が汚いですが、あれ、僕の人差し指今触れてます。あ、分かりやすいな。
んな感じ。どうしたら取れるんだ。これぐらいですね。小さい。中が取れるかな。取れないな。腹膜？腹弁？腹弁取れるかな？セミは腹弁を取らなきゃ意味がないと。腹弁取らなきゃ。はこんな感じ。可愛いよね。元気だ元気だ。可愛いからさらに撮っちゃう。いいね。何ゼミなんだろうね。草ゼミ？黒く出てるのは興奮か。多いね。綺麗だね。やっと取れました。やった。